6つある準決勝、ここまで3つが終わりました。4つ目は川口勢の準決勝戦です。 10m のオープン戦に8名のメンバーが登場してきます。川口ナンバーワンとなり、明日の優勝戦に駒を進めるのは果たして誰でしょうか。8名のメンバーがスタートポジションに向かっています。グレードレース連覇を狙う加賀谷武明8枠からです。10レースメンバーご紹介します。10オープンです。影山真、中野範人、泉田修介、鈴木清、佐藤麻也、山田達也、黒川京介、加賀谷武明、以上8名です。人気の中心8番加賀谷、思想1番時計マーク 3.74、 思想でも外を走っていました。人気続くのは5番の佐藤麻也、1着1着、そして昨日出走路では3着という成績です。8番加賀谷が1番人気、5番佐藤麻也が2番人気です。体制が整いました。第10レース川口準決勝戦の発走でございます。1番人気8番加賀谷、インが効くように見えていたここ浜松走路、どんな走りを見せるでしょうか。10レースまもなくです。スタートまで3秒を切りました。10レース川口準決勝戦スタートしました。1番の影山、3番泉田、4番の鈴木清、5番の佐藤麻也、この4社がスタートを決めました。3番の泉田トップスタートを見せています。そして早くも外に持ち出して加賀谷が迫ってきました。1周3コーナー、3番泉田先頭、2番手5番佐藤麻也、外から8番の加賀谷が早くも先頭に並びかけています。レースは2周目です。わずかに泉田先頭でしょうか。外から飲み込んでいく8番の加賀谷、ここでもう先頭に達しました。一車全く違うコースを走ってあっという間に抜け出しています。8番の加賀谷武明、2番手は3番の泉田修介、3番手5番の佐藤麻也、その後は1番の影山、内の鈴木清、外からは黒川京介、6番山田達也、最後方2番の中野範人です。2番手5番の佐藤麻也、インコースから3番泉田をかわして上がりました。先頭8番の加賀谷は2番手以下を引き離していきます。外を回ってもぐんぐんと進んでいく加賀谷の車です。レースは後半残り3周回です。現在は雨自体は小康状態になりましたが、この出走路の中、加賀谷内が効く走路なはずなんですが、一車ぶっちぎっています。2番手5番佐藤麻也、3番手は3番泉田修介、その後4番の鈴木清が今4番手、3番手泉田に迫っていきます。レースは終盤残り2周回です。5番の佐藤麻也、2番手から必死に先頭を追っていますが、先頭加賀谷はかなり先です。加賀谷先頭、佐藤麻也2番手、人気の決着となっていきそう。3番手争いは依然3番の泉田優勢、4番鈴木清、じわじわ近づいていますが、仕掛けるところまでいけるかどうか。残り1周です。青旗振られてファイナルラップ、3番手接戦が続いています。泉田と鈴木清、先頭は8番の加賀谷、1着勝負の準決勝突破となっていきそう。5番の佐藤麻也2番手、3番手は3番泉田、鈴木清は4番手、2番手佐藤麻也、この2番手の位置は相手待ちとなります。準決勝8番の加賀谷武明、人気に応えました。復帰してこれで2節連続優出、加賀谷武明。復帰速グレードレース連覇なるかという明日の競争になります。はい、それでは第10レース川口準決勝戦で優出を決めました加賀谷武明選手にお話を伺います。優出おめでとうございます。ありがとうございます。前節復帰してから連続優出ですが、ご自身でいかがですか。いや、ちょっとできすぎちゃってて怖いですね。はい、今日は出走路でのレースとなりましたが、どんな思いで臨んだんでしょうか。そうです、雨は嫌いじゃないんで、思い切っていこうと思いました。はい、思想は 3.74 でした。手応えいかがでしたか。そうですね、はい、みんなより出てたんで手応えはありました。はい、そしてスタート8枠から切っていきましたけれども、ご自身で振り返っていかがでしょうか。そう、雨だとちょっと空回り気になるんですけど、今日はまあうまく切れたかなと思います。はい、そして道中は一人外のコースを使って一気に先頭に立ちましたけれども、心境としてはどんな思いで走ってたんですか。まあ、自分外しか走れないんで、どこ行っても外なんで、もう、はい、自分の走るところをしっかり、はい、自分の走りができればなと思って走りました。
滑りなどは気にならなかったですか？いや滑りますさあ見事、外のコース使って一着でゴール決めました。明日は曇りの予報となっておりますが、両ソロはエンジンの状態いかがでしょうか？そうですね、まあ、ちょっと伸びは負けるとこあるんですけど、まあ、乗りやすさあるんで、スタートでいい位置つければ、まあはい、レースはできるかなと思います。はい、明日に向けて上積みしていきたい部分どこですか？まあ、昨日届いてタイヤで失敗しちゃってるんで、明日はタイヤ失敗しないようにと思ってます。はい、はい、明日の優勝戦も頑張ってください。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、連続で優勝戦乗れたんで、明日もまた、優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。見事第10レース川口準決勝戦から優勝を決めました加賀谷武明選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ビッグボスポーズも決まりましたけれどもね、はい、これサイン書いた後にもポーズするって加賀谷選手知ってるんですかね今知ったのかな、ちょっと表情がいやでも本当に良かった、本当に良かったです。そうですね、はい、もう連続の、ね、優勝も素晴らしい。さあポーズはもう一度ビッグボスポーズありがとうございます